芯のある、神秘的、そんな言葉が似合いそうなクールなイメージのある俳優、市川美加子さん。一方で、トークイベントなどで見せる無邪気で可愛らしい姿にギャップを感じキュンとさせられますよね。性別問わず、フランクに仲良く話されているので、好意的に感じる男性も多いのではないでしょうか。そうなると、恋愛についても気になるところです。そこで今回は、市川さんが結婚されているのか、彼氏はどんな人なのかなど、恋愛にまつわる話をお伝えしていきます。市川美加子のプロフィール、本名、市川美加子、生年月日、1978年、昭和53年、6月13日。身長、169センチメートル。出身地、東京都。最終学歴、東京都立大崎高等学校卒業。所属事務所、スールキートス。牧師、市川美加子は結婚しておらず独身。市川美加子、加瀬亮は彼氏だったが破局。市川美加子、身近に独身女優がたくさん。市川美加子は結婚しておらず独身。市川美加子さんは、2023年現在、結婚していないと思われます。40代になり、妻役や、子持ちのシングルマザーといった役も演じられていますが、ご自身は独身のようです。役でいろいろな恋愛や家庭のあり方を経験してしまうと、現実では、もういいか、となってしまう俳優さんもいらっしゃると言いますよね。市川さんには本当の家族とは別に、もう一つの家族みたいな人たちがいるそうです。姉で同じく俳優の市川美和子さんのインスタにお祝いのケーキが投稿されていました。映画、シン・ゴジラ、で、毎日映画コンクールの女優助演賞を受賞された後でした。どのような方たちかはわかりませんが、家族のように過ごせる人が他にもいると、わざわざ結婚して家庭を持たなくてもいいかと思えてきそうです。市川さんは、結婚や出産に対しての、一般的なタイミングというものについても考えられたことがあるようです。親や周りの人の言葉や、世の中の目を気にしてしまうこともありますよね。いくつまでに結婚して出産するのが当たり前、って、自然と刷り込まれているから、自分の本当に望むことが見えづらくなっている。引用元、市川美加子さん、老眼鏡に憧れた20代と40代の今、自分を認めると人生は広がる。ヘリング、自分が本当にそうしたいと望んでいるのか、自分自身の声を大切にしたいと話されています。日頃から料理や家事をして自分を整えているという市川さん。ドラマ、アテーブル、歴史のレシピを作って食べる、が放送されていた時期に発表されたインタビュー記事では次のように話されていました。人の作ったものももちろん美味しいし、大好きです。けれど、自分が作ったものってなんだか響く場所が違うんですよね。自分がここにあるのを実感できるというか、自分が作ったものを美味しいって感じられる。本当に幸せなことだと思います。引用元、市川美加子モデル、女優。予想外のキャリア歩んだわけモデルも女優も、自分がなるなんて思ってもみなかった、日経ズーマン。市川さんの作られたものを、いつか特別な誰かと、美味しい、と言って食べられる日が来たら素敵ですよね。市川美加子、加瀬亮は彼氏だったが破局。市川さんは、過去に一度だけ交際を報じられたことがあります。その時のお相手は、俳優の加瀬亮さんでした。出会いは、2007年、ソフトバンクの CM 共演です。お二人のやりとりが自然で、キュンキュンきますよね。
その後、映画、メガネの撮影のため、鹿児島県の与論島で数ヶ月間、共同生活をしたことで仲が深まり交際に発展したようです。熱愛報道が出たのは、交際してほどないと思われる2008年の春でした。その後、2012年には同棲が報じられ、結婚秒読みとも言われていました。しかし、2013年に加瀬さんの浮気報道が出ます。加瀬さんが共演した、韓国人女優のチョン・ウンチェさんとのデートを写真週刊誌フライデーに捉えられました。女優の市川美香子、35歳、と同棲中と伝えられている俳優の加瀬亮、38歳、に、異なる女性とのデート報道が出た。現在発売中の写真週刊誌、フライデー、が伝えているもので、お相手は韓国の人気女優チョン・ウンチェ、26歳、だという。引用元。加瀬亮が韓国女優とデートか、市川美香子との同棲も継続中と報道。ライブドアニュース、浮気報道後も、同棲は続いたと言います。しかし、二人の間には次第に距離ができてしまったのでしょうか。2015年11月頃に破局に至ったようです。加瀬さんには、2015年末に、ドラマ、スペック、警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿で共演された戸田恵梨香さんとの交際報道が出ました。戸田さんとの交際が決定打となってお別れになったと思われます。以前、手に入れたいものがある時でも人に譲ってしまうタイプだと話されていた市川さん。隣に同じものを欲しがっている人がいたら、そっと譲ってしまうかもしれません。引用元、市川美香子インタビュー映画を通じて、未知の自分を探求する。市川美香子はそこで、本来の自分の姿に出会った、ピントスコープ。目移りの多い加瀬さんに付き合いきれず、身を引かれたのかもしれませんね。この時の辛い経験が、その後の市川さんの恋愛に影響を与えているのでしょうか。市川美香子、身近に独身女優がたくさん。2023年現在、独身と思われる市川さんですが、身近にも独身の女優さんが多くいるようです。まずは、姉である市川美和子さんもそうです。美和子さんも男性と同棲していた時期がありましたが、結婚には至りませんでした。その後、熱愛の噂は出ていません。2021年に公開された映画、ずっと独身でいるつもり、に出演されていましたね。撮影中、ご自身でもずっと独身でいるのか考えられたのでしょうか。市川さんが出演された2019年公開の映画、横顔の主演を務められた筒井真理子さんも独身です。市川さんは、筒井さん演じる女性に憧れつつも次第に違和感を抱いていく役でした。出来上がった作品を見ていても、ああ、筒井さん綺麗だな、って筒井さんを見つめている自分がいるんです。その筒井さんを見る自分の視点が、自分でも不思議な感覚で。引用元、市川美香子インタビュー映画を通じて、未知の自分を探求する。市川美香子はそこで、本来の自分の姿に出会った、ピントスコープ。自分より年上で、キラキラと仕事をされている先輩女優さんが近くにいると、結婚しなくてもいいかなと思えてきそうです。年齢は7歳下になりますが、大河ドラマ、八重の桜で共演した綾瀬はるかさんも独身です。お二人は、共演から仲良くなったと言います。共通の友人がいらっしゃるそうで、初めましての時から、急激に距離が縮まっていったそうです。
お互いに末っ子であることも理解し合いやすかったポイントだとか。今もそんなに頻繁に連絡を取る間柄ではないけれど、仮に5年ぐらい会わない時間があっても、ポンと連絡が来た時に空白を感じずに再会できそうな相手だと思っています。引用元、誰もが知っているようで、実は知らない綾瀬はるかから、俳優、市川美香子さんのインタビューの一部を掲載。ビズデジタル、会っていない時間がすっと埋まってしまう関係って素敵ですよね。人気があって作品に引っ張りだこの女優さんたちは、なかなか恋愛している時間も取れないのでしょうね。また、ある程度年齢が上がり、有名になってしまうと、男性側も声がかけづらくなるのでしょうか。たまに優希さんのように、結婚はしない、と言い切っている方もいます。たまみさんの場合は、常に聞かれるのが面倒くさくて、聞かれないための対策とも思えますが、最近は、結婚しなくてはいけないものだという考え方自体古くなってきていますよね。幸せのあり方もそれぞれです。一人で好きなことをしながら自分のペースで過ごし、仲のいい友達や家族と過ごせれば、十分幸せなのかもしれません。市川さんの笑顔からは、彼女の周りが温かい空気で包まれているのが伝わってきますよね。